山の麒麟が来るという、うん、ゆかりの地ってたくさんあるんですけど、その中の一つが滋賀県の西京寺というところなんですね。なのですごくこう今大河ドラマの方にも朝ドラの方にもこう滋賀県がつながっていっているっていう、なんか皆さん顔をちょっと腹だ原田がもう眠そう。ちょっと原田はやばい顔してる。これはもう裁判ですよね。滋賀のこと全く考えて、今もう、そうですね、ベッドのこと考えてたからもう眠そうな。これはすごかった。今のひどかった。今自分が抜かれてることも気づいてないでしょ。ひどかったですね。